エドワード・ラムソン・ヘンリーは、アメリカ合衆国の画家である。サウスカロライナ州のチャールストンに生まれたが、7歳の時、両親を失い、ニューヨークのいとこの家で育てられた。ニューヨークで絵を学び始め、フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで学んだ後、1860年に、パリに渡り、シャルル・グレールやギュスターブ・クールベに学んだ。当時のフランスでは、クロード・モネ、 ピエール・オー・ミュストル・ノワール、アルフレッド・シスレー、フレデリック・バジールといった画家が活躍していた。南北戦争が始まり、1862年にアメリカに戻り、北軍の輸送船の船員として働いた。南北戦争が終わった後は戦争での経験に基づく作品を描き始めた。ウィンスロー・ホーマーなど多くの有名な画家がスタジオを構えた。 ニューヨーク市のテンスストリートスタジオビルディングに移り、1869年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの会員に選ばれた。ニューヨーク歴史協会の会員にもなり、アメリカの古い牧歌的な農村の生活や、初期の鉄道旅行の情景を資料をもとに、ノスタルジックに描いた。オールバニアンドスケネクタディ鉄道の最初の列車座9時45分、アコモデーション。ありがとうございます。